はいどうも皆さん、キャッシーと申します。本日はクラカトアというホラーゲームを遊んでいきたいと思います。こちらはあの有名なサイレンヘッドが出てくるホラーゲームとなっているようです。なんかね、そのサイレンヘッドから逃げつつ息子を探すことが目的となっているようです。ということで早速やっていきましょう。ニューゲーム。There have been a devastating number of casualties across the city in what seems to be some sort of localized attack using only sound。これ家かな？ガレージだね。あれが息子か。なんか最新だな。VR ゲームかなんかで遊んでんのかな？直すの？回ってねえけど。ドライバーは回ってるけどネジは回ってないぞ。ん？なんかラジオでサイレンヘッドって言ってる？あ、治ったんだ。わからんわからん。なんだ？字幕出ないとわかんないな。今直してたのは何を直してたんだ？E でインタラクトね。はい。こっから始まったね。E でインタラクト。特にこの辺は触れないかな？センドトーマスザ、ん？センドトーマストゥーベッド。はいはいはい。トーマスっていうのがおそらく、あれかな？息子かな？あれ？ちょっと待って。出れないんだけど。あ、押せばいいタイプか。はいはいはい。トーマス。寝る時間だぞ。しゃがみはないっぽいね。ジャンプもないわ。ゲーム動いてないぞ。何やってんの？まあいいや。はい。寝なさい。なんで裸なの？なんか家、まあ暑いんだろうけどね。このなんだっけ、クラカトアだかなんとかっていうのは、なんかインドネシアだかそちらの方にある火山帯だかなんだかのなんか総称みたいなんだよね。浮いてんな。息子浮いてんな。なのでここは多分暑い地域なんだろうね。暑い地域とはいえそんなんで寝ていいのかっていうか、あれ？下に履いてたものなんか変わってねえか。さっきまで海パン一丁みたいな感じだったのに。履いたんかな？なんで下だけ履いたんだろう。まあいいや。で、ルックザフロントドア。ダッシュはあるね。フロントドア、フロントドア。ここ？違うな。あ、ルックじゃなかった。ごめん。ロックか。入り口を閉めろってこと？え、閉めてなかったの？なんで？あー、お隣さんとかは普通にいそうだね。で、go to bed。電気消した方がいいんじゃないの？ベッドはどこだ？こっか。sleep。息子はいるけど、奥さんはいないのかな？でもさっきの感じからして、ダブルベッドだったけどね。これは？ん？夢の中じゃないの？あ、でも持ってる。メットを。え？あ、ここで目覚めた。え？どういう状況？トーマース、どこにいるんだみたいなこと言ってんね。ここではないのか？急だな、展開が。ここは入れないな。周りを探してトーマスを探せみたいな感じか。あ、こっちには行けない。これは？あ、これがなんか調べるポイントみたいな感じなのか。とりあえず向こうには行けなさそうだね。こことかも行けないもんね。ってなると向こうに行くのかな？なんかすげえ燃えてるけど。ここか。エマージェンシーアラート。
うん、ちょっとよくわかんないけど。まあ、とりあえず何かが起こってるみたいだね。なんだ？あ、動かせるか。あ、もういる。サイレンヘッドいるね。え？カー？車？車を使うの？どういうこと？車？あれか！あ、車を使って逃げるってこと？息子はいいのかい？あ、これで動かすのか。待て待て待て。あ！ちょっと待って、操作がわからん、操作がわからん。こうか。ごめん、操作見捨てた。遅れるとサイレンヘッドに潰されちまうのか。いきなりカーレーシングみたいな感じになったけど。駐車されてる。終わった。何これ、これでいいのか。いった。あ、終わった。これ絶対終わった。これ絶対終わった。終わったね。待って待って待って、車にぶつからないように行かなきゃいけないのかなって思ってたら予想外の妨害にあって。あれはでも倒れてきた方とは反対側の方に行って、瓦礫が少ないところを抜けるような感じだよね、多分。こう。OK。とりあえず道路側を通った方が早いのかな？またか。よいしょ。こんな感じで行けばいいのかな？運転むずいけど。途中でカーブとかないよな。またか。方向一緒だな。まっすぐ行けばいいのかな。ずっと一緒だね。車がこれどんどん大破してったりすんのかな、瓦礫に当たりすぎるとみたいな。どこまで行けばいいんだ。あ、今度逆。いった。危ない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 。こうでいいのかな。あ、右から来てる。やばい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 。うわっ、あっ、うわっ、あぶねえ。今終わったと思った。完全に終わったと思ったけど、なんとか体勢立て直したよ。え、どこまで行くのこれ。長くね。あ、なんか後ろからなんかサイレンの音が。あ、これまずいか。なんだこれ、これ後ろ見れないんかな。あ、一応マウスで動かせるけど、でもそれどこじゃないんだよな。あぶね。あ、一応バックミラーで見れるけれど、特に何も映ってないんだよな。あぶね。このまま行けばいいのかな。なげえな。この赤いのは何なの。妨害なのかな、これも。あ、なんか、壁が。うわっ！いって！待て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 。やばい！やばい、追いつかれる。あぶね！あ、ダメだ！マジかよ。よし。これで？オッケーオッケーオッケー。トンネルまで抜けたね。これでいいっぽいな。え？今度は何？ちょ、よくわかんねんだけど。お、なにこれ。ちょっと待って。え？どうなった？あ、今隠れたのか。ん？しゃがんで？隠れて？ごめんごめん、わからん。とりあえず向こうに行けばいいの？あれ、サイレンヘッドが近づいてきてんの？ちょ待って。こう。ん？ごめん、全然わかんない。これでしゃがむはいいでしょ？ちょ待って。
なんかタイミングを合わせないとダメなんかな。オッケー。このタイミングで行く。ん？違うな。なんか死んでんな、どんどん。オッケー。これ死ぬ条件がよくわかんねえんだよな。あ、オッケー。なんか抜けれた。なんで抜けれてんのかよくわからん。逆にどういう時に俺は死んでるのかがよくわかんねえな。オッケー、一旦。なんで倒れんの？あ、これ、周りに当たっちゃダメなのか、もしかして。違うな。なんか継続してダメージ受けてる感じか、これ。一気にこうやって抜けて、で、ちょっと回復して、やばいやばいやばい、死ぬ。こうか。で、ちょっと回復。で、次は一気に抜ける。やべ、死ぬ。オッケー、危ね。こういうことか。継続ダメージみたいなの受けてるっぽいな。だ、基本的にはダッシュしていって、一気に抜ける。オッケー。で、しゃがまなきゃいけないところではしゃがんでいこうみたいな、そんな感じか。え、ちょっとここダメージ受けんのか。待て待て待て。それで盾になってはくれないのか。ほっ。オッケー。大丈夫か？それは右かな？こういって。なになに？抜けれた？え、死んだ。ん、わからん。よし。さっきより進んだぞ。なんか火ついてんな。次はあそこまで。オッケー。なんかいまいちよくわかんないんだけど、なんとか進めてる。とりあえずずっと風に当たってるとなんか死ぬっぽいから、こうちょこまかと。あ、これしゃがまないとダメなのか。ちょっと待ってくれ。そこはしゃがんで抜けて、しゃがんで抜けて立ってダッシュ。オッケー。で、回復して。それはどこ抜けんだ？ここかな？ここ、オッケー、抜けた。間に合うか、これ。うわ、間に合わない。いや、むず。何これ、めっちゃむずいんだけど。と思ったら、お、中間からになった。ありがてえ。ここを抜けて、こうか。オッケー。そこを乗り越えたら脇に入って一旦休み。次はあそこだな。ここまで行って休む。オッケー。次はどこだ？ちょっと待てよ。光ってるところが基本休憩ポイントなのかな？あ！抜けた？いや、やばくね？火ついたら爆発するやん。あれ？あ、操作できる。ん？こうか。オッケーオッケー。これで抜ければオッケー。あー、でも埋まっちゃうな。え？先行けないけど。え、これ戻るしかないってこと？これをなんか持ってくのか？違うな。あ、進めるようになってないな。あ、これか。ごめんごめん。全然わからんかったわ。で、今度はなんだ？なんかアイテムを調合するみたいな感じ？ E でアクション。コントロールでしゃがむ。ん？え、縄を取ったんだけど。え？どういうこと？クラフトはフューズ。ヒューズを作る。あ、さっきのところから脱出するためのアイテムを作るってことなのかな。ちょっと待って。クラフトするための、なんか、その材料というか。ん？なんかこう、これが必要だよみたいなやつはないのかな。
あ、ガソリン？あ、ガソリン濡らした。コネクトフューズトゥタンカー。あ、ここ？あ、ここになんか行けそうな雰囲気あるけれど。ん？ガソリンを染み込ませたこれ、どうすんだ？置けなくなっちゃったな。タンク。あ、タンカー。ちょっと待って、さっきのとこに行けってこと？さっきのところに行って、ここに取り付ける。で？で、マッチで火つけんのか。なるほど、爆発させんのか。そういうことね。お、これで、ここに、つける。なんで？ちょっと待って。ついた。え？死んだ？進んだのかな？進んだっぽいね。8時間前。あ、この状況になる前か。フラッシュライトつけたけど。ああ、まだ外は平穏だね。チェックオントーマス。はいはいはい。走れんくなった。トーマス。うん、寝てんね。なんでそれ被ったまま寝てんの？外せよ。ん？何？どういうこと？え、ゲームオーバー？ごめんごめん、全然わからん。マジで何が起こってんのかさっぱりわからん。今窓がどうのって言ってたよね。あ、え、侵入者？あ、誰か家に侵入したってこと？え？息子を確認。で、窓を壊して誰かが侵入してきた。さっきはなんでやられたんだ？さっきの黒い影みたいなやつは、見てればいなくなるのかな？あ、いる！消えた。やっぱり、この、フラッシュライトで当てていれば消える感じか。なんだ？あ、ここが割れてるってこと？で、どうすんの？割れてるのはいいんだけど。何？あ？ラウンドリールームってどこだ？そこか？これ周囲気にしてないとダメなのかな？じゃ、ここ外か。大丈夫か？あ、割れてる。あ、こっから？あ、逃げる必要があるって言ってたわ。ちょっと待って。あ、あぶね。近くまで来てやがった。これで次はどうすんだ？なんだ？笑い声が聞こえる。ベースメント。
ここ違う。チェックベースメントって言ってるけど、テレビがついたままになってる。え、急になんかホラー地見たんだけど。サイレンヘッド関係なくない？チェックベースメント。地下室に行くにはどっから行けばいいんだ？こっか？これガレージだな。あれ？外にいる。外からめっちゃ見てんだけど。でもここは地下じゃないし、地下に行く場所もないな。入ってくる感じではないね。ここキッチンとこだよね。ここは？ここだ。やっと見つけた。で、地下に行って、あぶね。いるじゃん。トーマス。またパンイチになってる。さっきと履いてんの違うけど。え？何？一瞬すぎてわからん。とりあえずこれで、あ、まずはここから出ることね。なんだ？なんか落としたけど。ま、とりあえず、地上に出よう。リビングルーム。ここかな？リビングルーム。さっき、ってか、最初に息子がいたところ。いや、でも、特に、変化とかはないな。あ、でも、割れてる。何？サイレンヘッドの反応がある。あ、動けない。窓が割れてる。なんだ？おお！なに？家が吹っ飛ばされたんだけど。いや、不審者の次はいきなりサイレンヘッド？ああ、メットかぶった。で？え、どうすんの？視点は動かせるけど体は動かせないな。え？何？これで進んだのかな？ああ、戻ってきた。あの後はあれかな？外で気絶してたみたいな感じなのかな？ああ、メットが壊れてる。どうした？かぶってどうすんのそれ。壊れてんじゃないんかい。とりあえず、あ、いけない。どこに行けばいいんだ？いけないな。ウェポン。クリエイトなんちゃら。ボトル4。クロス4。ガス。テープ。ボトルってこれ？ちょっと待って。これをどこにやればいいんだ？今度は。ここでいいのかな？違うな、なんか。またクリエイトするみたいなんだけど。ああ、置いた。並べてんね。合ってるっぽいけれど、合ってんね。お。布2つ。これで、布3つ。布。
布とボトルがどっかにあるはず。あ、開いたわ。え、何これ。拡声器か。これは？これテープだ。オッケー。と、ん？これ救急キットか。ガスはあったよね、確か。あれ、どこだったっけ？あ、ボトルあった。ガス。あれ、俺なんかどっかで拾った記憶があるんだけど、燃えちゃった？あ、開いたわ。あ、ここにある。これでしょ？あとは布が一個あれば。あ、これか。待って。見えない。OK。これで完了。で？ボトル4、テープ1、ガス、クロス。4つあるよね。あ？これは何？え？テープ2個必要だったんかい。あ、違うな。テープ使ってない？あ、使ってないわ。なんかバグってたみたいだな。で、なんか手に入れたけど？これをどうするんだ？フィードバック。クリエイトはデバイス。ん？まだなんか必要みたいだな。あ、こことかにもテープがある。あ、なんか取れた。これなんだこれ。あ、懐中電灯か。でも使えるわけではないな。ん？なんかこれ置けたな。一個置けた。テープも置けた。これなんだこれ。電池だ。ん？よくわからん。なんで今回は材料書いてくれないの？あ、できた。いやー、めっちゃ時間かかったな。キルサイレンヘッドだって。え、これで倒せってこと？いや、実はですね、この、拡声器みたいなやつが、どっか行っちゃって、多分バグかなんかでね、ゲームの外に折っちゃったんだと思うんですけど、全然なくって、一回やり直したんですよね。一回やり直したら、復活してて、それをね、はめたら、なんかできました。あ、なんか、攻撃できる。これを使ってサイレンヘッドを倒せと。これ消せんのかな？消せないな。あ、でも外出れた。あ？どっちに行けばいいんだこれ。向こうにサイレンヘッドいる。向こうが出口だよね。サイレンヘッドを倒す。こっち逃げるかな？ちょっと待って。あ、でもこっち、行けないね。いけないわ。こっちに行くしかないんだ。サイレンヘッドの衝撃波かなんかに合わせろってことかな。ちょっと待って。こう！死んだ。多分向こうの衝撃波に合わせてこれを撃って、中和しろみたいなことだと思うんだけどな。タイミングが！むず！待って待って。むずすぎ。てか見えない。一旦待った方がいいのかな？こう！いや、無理じゃね？え、どういうこと？撃ってるんだけどな。あ、できた！いやー、めっちゃ来るじゃん。ちょっと待って、タンカーかなんかのせいでさ、全然見えない。
OK。 結構後でもいいっぽいね。見えてさえしまえばそんなに難しくないかな。さっき見えなかったから全然ダメだったけど、 OK。 見えていれば怖くねえぞ。 OK。 いつ飛んできてるか分かんなかったからさっきは対処できなかったけど、今度は見えてる。いいぞ。おっ、このまま進んでいけばいいのかな。オッケー。とりあえず中和しながらこのまま進みます。あ、いるね。あそこにいますね。あ、何？撃てばいい？違うな。チャンス。あ、登れる。登って、あ、スロー倒した。ざまあみろ。そっか、さっき作ったやつか。さっき作ったやつでサイレンヘッドの多分どれかだよね。頭についてどれかを吹き飛ばしたってことなんだ。あ、でも主人公もダウンしちゃったな。お、生きてる。オッケー。なんか張ってる状態だな。主人公もこれは危うい状態か？どうなった？出た。わからん。今どういう状態なのかがさっぱりわからん。はいはいはい、逃げてきた森んとこだね。爆発してる。もう核レベルやん。マジで何が起こってるのかさっぱり。いった！バッドエンディングだって。どういうこと？バッドエンド？グッドエンドの条件は何だ？どこで分岐があったんだ？これか？あ、左下になんかマークついたわ。いや、なんか気になってたんだよね。左下のとこにさ、なんか点が2つあって、何の意味があるんだろうって思ってたんだけど、なんかね、どうも、最後のところに行く前に必要なアイテムをね、2つ入手していないとバッドエンドに行ってしまうみたいです。なので、それを回収して、再び、最後のところまで行こうかなと思います。これはわからんわ。あった！これだ！見つけた。これで2つ回収したね。これで多分最後のところまで行けばグッドエンドに行けるんじゃないかなと思います。こんなとこにあったね。お、さっきと違う。パワーアップしてる。これ右側のやつってさ、車のバッテリーかな。車のバッテリーとそれに接続するなんかこのアームみたいなやつ、それを加えて、もともとはここにあったさ、なんか電池みたいなやつだけで戦ってたんだけど、車のバッテリーをつけたさらなるパワーアップ版を使って、サイレンヘッドと戦うってことなんだ。ってことは、これで、行けば、あれかな？サイレンヘッドを実際に倒して、グッドエンドに行けるみたいな、そんな感じなのかな？まあ、これでちょっと行ってみましょうか。あ、なんかサイレンヘッドの HP みたいなのが追加されてる。
むずい。相変わらずこの最初のところがむずいんだよな。最初さえ抜けてしまえば難しくないんだけど、最初が視界を奪われてるから分からんのよな。あ、HP 減った。サイレントの。あ、ダメだ。OK! 抜けれた。ここさえ抜けちまえばあとは大丈夫でしょう。OK! ガンガンサイレンヘッドの HP を削っていこう。あ、やべ、ミスった。あー、やっちまった。くっそ。しゃあ、半分削ったぞ。そろそろ見えてくるのでは？見えなくない？ちょっと待って。それ汚くない？あの風が吹いてからもう見えないじゃん。これ逆にさ、近づいちゃダメなのかな？これ近づくとさ、もうこれ見えないじゃん。っていうか近づけないし、これここで戦うんじゃなくって、その場にとどまってあいつの HP を削り切る方がいいのでは？もしかして。なんかそんな気がすんね。よし、ここら辺で戦おう。ほっ、もうちょっと行っていいかな。もうちょっと進んで OK。 ここら辺がちょうど戦いやすそう。ここら辺でやつの HP を削り切るまで粘ろう。あと一発ぐらいかな。どうだ。 OK。 あれ、あ、うん、勝ったか。あ、もう攻撃来ない。これで近づけばいいのかな。そうだね、これで攻撃来ないから、これで近づいて例の自作爆弾をあの口のところに放り込んでやれば勝ちってことかな。行ってやろうじゃないの。ここ登って OK、 くたばれ。でもこれだとさっきと同じような感じに見えるけどね。あ、死んだわ。さっきこれやったら逃げてったけど、そういうことか。さっきはこれ放り込んで燃えた後、遠くであれ爆発したんかな、サイレンヘッドが。でその衝撃波で死んだみたいな感じだったんだけど、今回はその場で倒したから。え、でもそれだとここで爆発すんな。ちょっとあの衝撃波がよく分かんなかったけど、まあでもとりあえずここで仕留めたってことだね、さっきと違って。これでグッドエンドになるのでは。大丈夫かそれ。今サイレンヘッドの口の中入ってったけど、あー出れた。なんだ？何今の黒いの。あー、これサイレンヘッドの死骸か。あ、で今度は爆発はしないかな。大丈夫っぽいね。まあ、ちょっと理屈はわかんないけど、あのよくわからん爆発はサイレンヘッドによるものだったってことなんだね。グッドエンディング。意外と手こずったな。最後むずかった。タイミングすっごいむずい。てか見えないしね、カラカトア。多分エンディングは2種類だけじゃないかなと思います。わかんないですけどね。まあ、他に分岐ありそうにないからね。多分道中で必要なアイテムを、回収しないでクリアするとバッドエンド、道中にあるアイテムを2つ回収して最後まで行くとグッドエンドっていう形になんじゃないかなと思います。はい、ということで本日の動画ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。